Welcome back! おかえりなさい。マレーシア在住歩くパワースポット代表ライトワーカーともです。では鳴らしていきます。お疲れ様です。 Good morning! Thank you so much for coming back! ありがとうございます。今日は寅年さんのこれから起こりうることをやっていきたいと思います。そう、今週からちょっとまた新しく星座は別に星座別でやるんですけど、ちょっと試しにも新しいこと挑戦すること大好きなので、すいません、お付き合いくださいお願いします。そう、それでちょっと今週は12の干支があるので、そちらをやっていこうと思います。なので見た時がタイミングになります。そして毎日応援してくださって、見てくださっている方、本当にありがとうございます。もう私大好きでございますでもいつもね、応援してくださっている方、本当に皆さん大好きです。こちらを私のチャンネルのを登録して応援してくださっている方、本当に皆さん私大好きでございます。ありがとうございます。本当に感謝しております。そしてチャンネル登録とこれ押してく、高評価してくださる方、興奮して言えてないしてくださる方、本当にありがとうございます。とっても感謝しております。で、今日は寅年さんについてちょっとお話しします。ちょっと話が私いつも長いので、いきますちょっとチャット GPT とかで調べた寅年さん全体的な特徴とかをちょっと説明していきたいと思います。実はね、なんでこんなに興奮してるかって、私も寅年なんですよよろしくお願いします。私寅年で双子座なんですよ。でね、調べてて思ったんですけど、私自分でも言うのなんなんですけど、行動力があるなと思ってるんですけどね、ここでも書いてあってちょっと読ませていただきたいんですけど、寅年さん、もし自分がね何年なんだろうって思ったら、すみません、調べてみてください、お願いします。で、寅年さんの特徴として言えるのが、まず行動力があって、冒険心が旺盛、好奇心が旺盛で、創造性があって、ちょっと自分勝手なところもあるんですけど、リーダー的存在だったりとか、カリスマ的な存在で、チャレンジ精神が多いということです。あと自分の意見をはっきりと述べたりとか、人とのコミュニケーションや交流が得意で、独自のアイデアを生み出すことがちょっと得意らしいです、で、あとはそうですね、あとはチャレンジ精神が旺盛で、自分自身のや周囲の人々を前進させたりする力を持っている。あとは直感力が強く、状況を見極めてスピード感を持って動くことができるということです。自分自身を変化させたりとか、常に新しいことに挑戦することが好きで、内面的にも成長することができるのが寅年さんということですそう、別にね、これ差別してるわけじゃないですよ、自分のだからとかじゃなくて、いや本当に私自分大好きだから、自分の絵とも大好きみたいな感じです。はい、こんな感じです。なんかそれを、イメージしてちょっとリーディングしていきたいと思います。で、ね、今日は全部オラクルカードを使ってやっていきます。で、最後にどんなカードが出たかっていうのを一番最後につけるので、そこを気になる方はそちらで確認していただければと思います。では早速やります。でもその前にちょっと鳴らしますよろしくお願いします。では寅年さんのこれから起こりうることをやっていきます。よろしくお願いします。ではこちらのカードからやっていきます。ちょっとね、毎日見てくださってる方もう見飽きたよって思うかもしれないんですけど、お付き合いください、お願いしますではこちらに聞いてみます。6枚全部出してから読んでいきますね。本当にいつも応援してくださっている方、本当にありがとうございます。とっても感謝しております。感謝感謝です。本当にもう大好きでございます。ありがとうございます。そして登録してくださった方、個人鑑定に来てくださった方、本当にありがとうございます。感謝しております。個人鑑定さっきもやったんですけど、すごいね、楽しかった。やっぱりなんかいろんな、今回は英語でやったんですけど、そう、英語の方も大丈夫ですよ。はい、では1枚目。ちょっと待って、私さ、これ今すいません、まとめて収録してるんですけど、
これ虫さんも出た。さっきびっくりした。今ちゃんと切ってるんですよ。お願いします。では寅年さん、そうなので、もし個人鑑定気になる方はぜひ概要欄からなんだっけ、 LINE がございますので LINE に連絡していただければと思います。もし LINE がない方はなんかインスタグラムで応募していただければと思います。よろしくお願いします。はい、うん、If you're interesting about my personal certainly I speak English If you're interesting my personal session please send me the DM my Instagram or if you have a line please check down below and then please send me the DM please thank you。 そうなんでございます。意外とねちょっと英語も英語じゃないんでしょうって外国人の友達に言われるのでちょっと英語で喋ってみました。はい、はい、そうやって、そうなんですよ。はい、私こう見えてマレーシアにいますさっきね髪の毛ちょっと宿毛をかけてきたの、宿毛をかけてきたんです。こちらで、あ、ごめんなさい、正位置で、ちょっと待って正位置で出していきます。あれ、これさ、ネズミのさんも出た。はい、あ、ごめんなさい、普通にさカード見せるの忘れてた。はい、ちゃんと聞いてるんですよ私。ちょっとやっぱりあれかな、まとめて収録してるからなのかな。でもエネルギー違うようにしてるんですよね。あ、でもメッセージは全然違います。お、すごいかっこいい。はい、これから起こりうることを、綺麗じゃないですかこのシリーズ、すごい好き、かわいいんですよ。なんかさ、これもさっき普通にさ、これ普通にやっちゃったけど、これもすごい綺麗なんですよ。ちょっと後で、このシリーズすごい私好きでございます。基本なんか好きなものしかオーダーしないでも、ね、今回すごいねオーダーしたんですよ。なんかもう一個超キンキラキンのタロットカードをオーダーしましたもうこれはって思って見た瞬間もう欲しいと思ってこちりましたよ。はい、よろしくお願いします。はい、出ました。じゃあくださいね、うん、せーのこんな感じの6枚が出ましたはい、ではちょっと読んでいきます。うん、すごいね、なんかすごいな、トラルさんすごいな自分もそうだけど、え、ちょっと待って、これもさ、さっき出てたよ。あれ、なんかこの2枚さ、さっきの虫さんと被っております。うん。でもなんかここで言われてるのが、すっごいなんかキャリアウーマンって感じです。なんかやっぱりさ、あ、違う、間違えた、ごめん。なんか一瞬双子座、自分がさ双子座だから双子座さんって言いそうになっちゃった。なんかすごい面白いなって思ったのが、なんかこの2枚全く正反対なのすごい、だからそれでねちょっと双子座さんって言っちゃった、自分が双子座だから。そう、なんかすごいさ、キャリアが上がっていく。なんかもしお仕事とかで見ている方は、なんか寅年さん、なんかやっぱリーダーの話してたから、リーダー的存在な方が多いので、なんかそれが認められていくっていう風に言われていますね。なんかキャリアが上がっていくっていう風に言われています。なんかその扉が開かれてるよっていう風に言われていて、うん、でさ、イルカさんってさ、あれなんですよ、頭がいい動物じゃないですか。ですごいなんかここで言われているのが、すごい寅年さんめちゃくちゃ頭がいい、だけどなんかちょっとお茶目なところがあるみたいな、なんかちょっとこう、なんか真面目っていうよりかは、すっごい仕事ができるけど、でもなんか遊び上手みたいな、遊び上手っていうか、なんか仕事も遊んで楽しんでやるみたいな、なんかそういう感じ。でもなんかキャリアをちゃんとしっかり積んでいけるっていう風に言われています。うん、なんかその無邪気な
心が大事っていうことを言われているのと、なんかちょっとこれがすごく気になったんですよね。なんかちょっとなんか停滞してたかな、運気とかが。なんかちょっとなんか物事があんまりよく進んでいなかったりとかしたりとか、こっちになんかエンビーって書いてあって、なんか羨ましい、なんか嫉妬とか、なんかあれ羨ましいなみたいな、あの人羨ましいなとか、なんかちょっと、まあ、ジェラスじゃないけど、なんかそういったことでなんかちょっと人と比べたりとかしてたのかな、なんかちょっと落ち込むようなことだったりとか、なんか人と比べるようなことがあって、なんか本当は明るい性格とかなんだけれども、これね、これでも言われてるんですけど、なんかちょっと病んでたりとか、なんかちょっと運気が停滞してるなみたいな人がいるっていうことなんですけど、なんかそれはもうそろそろ終わっていくよっていうふうに言われていて、なんかそのあなたが次のステージに上がっていくから、その過程、ただのその過程、なんかしっかりそういう時に他人に目を向けるんじゃなくて、なんかここで言われてるのは自分にしっかり目を向けてねっていうふうに言われています。うん、しっかりと自分に軸を持つ、なんかグラウディング、これなんかね、すごい私グラウディングのイメージがあって、すごいグラウディングをするといいよって言われています。で、本来はあなたってすごい明るい人なんですよ。明るくって輝かしい人なんですけど、ちょっとなんか落ち込んじゃった出来事とか、なんか人と比べてしまって、なんか落ち込んでいる、落ち込んでしまっているとか、もしくはなんかちょっと明るいところ行きたいなみたいな、本来の私じゃないっていうのを、本来のあなたじゃないっていうのを気づいてるよ、だけどなんかこっちに行きたいのにどうしていいかちょっと分かんない状態みたいなのがちょっと出ているので、そこに行くため、その新しいキャリアとかを積んでいくためには、なんかちょっとこの遊び心が大事だよみたいな、ちょっと無邪気、子供のようになんかちょっと無邪気にやったりとか、なんか笑ったりとかして、なんかちょっと波動を変えていくと、あなたが進むべきところ、そのキャリアウーマン的なね存在、もし仕事だったら昇格していくよというふうに言われていますし、うん、なんかやっぱりね、ここで来るのは仕事がちょっと昇格していくっていうふうに言われています。お仕事で見る方は、うん、なんかちょっとお仕事みたいにターゲットになってしまって申し訳ないんですけど、なんかそういうメッセージが来ます。なので、うん、なんかそれは本当にスピード強くやってくるっていう風に言っています。うん、なのでもうその扉は開かれてるし、本来のあなたは輝かしい人、ここでも美しい女性が描かれているので、本当に寅年さんの方、見てくださってる方、すごい美しい人、あの男性だったらすごいかっこいい人っていう風に言われているので、なんかそのあなたの魅力も戻ってくるよっていう風に言われています。なのでしっかりとあの、まあ、グラウディングができる人はグラウディングをする、なんかグラウディングって何ぞやって思うかもしれないんですけど、なんか私もね、最初グラウディングできなかったんですけど、グラウディングっていうのはあのイメージですね、瞑想している時に地にしっかり足がついてる状態、なんかこうイメージしてほしいのが、なんかね、本当にね、こういう状態の絵、なんかもう本当にもうここからずっとなんか光の柱がずっとこう通って、もう地面を、何層もの地面を突き破ってみたいな、でも宇宙じゃない、地球の真ん中にガッシャンってなんかくっつくようなイメージがグラウディングなんですけど、それをまあこういう分かんない人はちょっとグラウディングって言ってあの検索してみてください。なんかいつかね、そういう瞑想とかグラウディングとかのワークもちょっと動画出していけたらいいなって思っているんですけど、あのちょっとお時間くださいなんか今はちょっとタロットリーディングにちょっと集中したいなと思うので、あのおいおいそういうのをやっていきたいと思うので、もしそういうのが聞きたいっていう方はこれでお知らせください、お願いします。はい、もうちょっとね、あの喋りとか誘導するのちょっとなんか練習しようかなって思います。なのでこれで知らせてください、お願いします。なのでそう、グラウディングをすると
なんかいいよっていうふうに言われています。なんかね、キャリアが上がるっていうふうに言われています。すっごいね、力強いんですよこの人。なのでちょっとサポートもらっていきます。ちょっとワンラウンドしますね。ではサポートをトラドシさんに出していきます。では1枚目。ちょっと待って、これさ、本当に毎日見てくださっている方、さっきも牛さんと出たんですよ。牛さんとちょっとエネルギーやっぱかぶってるのかな。ちゃんと切ってるんですよ、驚き。びっくりする。なんかカードって面白い。でも私一回エネルギー変えてるんだけどな、あれ。ちょっと待って、本当にこれ2枚とも一緒。ちょっと本当ですか。ちょっと私すごく切ってるんですよ。そんなことある。でもメッセージがね違うんですよ、リーディングが。この流れから言うと全然違うんで、メッセージが全然違います。お、綺麗だ。やっぱりさ、綺麗な人多いな。じゃあこちらから行きます。なんかすごいね、エンジェルさんが見守ってるっていう風に言っています。なんかすっごい本当にあなたって美しいって言っていますね。すっごい愛にあふれてる人って感じ。ほら、なんかラブが来てるよ。はい、なんかちょっと変わっていきますね。なんか暗いところから、なんか暗闇から抜けるっていう感じです。なんかちょっと運気が停滞してるなみたいな人、なんかちょっと変わっていくっていうふうに言われていますね。なんかローズが来るな。はい、なんかちょっとラブも来るな。なんかちょっとラブが来ますね。なんか楽しみですね。仕事とラブ両方手に入れるかもしれない。面白い。勝手に面白かったです。はい。すごいですね。ちょっと待ってくださいね。最後にカードで確認してみてください。すごい綺麗ですよ。こちらの6枚が出ました。じゃあちょっと見ていきます。なんかね、びっくりした。本当にさ、この2枚がさっき毎日見てくださっている方、あれだと思うんですよ。牛さんも出たんですよ、この2枚。でもね、言われていることが全然違う。面白いよね、カードって。意味が本当に全然、同じか、たまにリーディング、個人鑑定、2件続けてやったりとかするときも、なんか類ともなのか分かんないんですけど、同じような悩みで、同じようなカードが出るんですよ。すごいなって思う。引き寄せってすごいなって思うんですよね。でここで言われているのが、なんか本当にね、ラブが来るって言われていて、なんかもしシングルの人とか、シングルじゃなくてもカップルがいるっていう方は、なんかすごくお相手さんがいる人はお相手さんからすごく愛されているとか、もう本当にあなたがすごく愛で溢れている人が多いって言われています。そして本当に美しい方が多い。なんかこのカードすごい綺麗じゃないですか。なんかさ、このカードもそうだし、このカードもすごい綺麗なんですよ。本当に超綺麗。なんかここで言われてるのが、本当にみんなからあなたって愛されている人っていう風に言われていて、エンジェルさんとかもやっぱ愛してるって言われてますね。なんかここの妖精さん、この子妖精さん可愛いでしょ。この子もすごいなんか愛してるっていう風に言っていて、すごいあなたって本当に愛にあふれていて優しい人っていう感じ、そうっていう風に言われています。あと何かこうやっぱりなんかこうキャリアとか一歩なんかこう進む時だよっていう風に言われていますね。ここでもなんか扉が開かれてるっていう風に言われてたんですけど、なんかそこの扉に行った方がいいよって、行くタイミングだよっていう風に言われています。やっぱりあなたはすごい華やかな世界に行くっていう風に言われています。
なんかすごいさ膨大なエネルギーとか、あなたってやっぱりすごい上に立っていく力、パワーがあるよというふうに言われています、ここでも、うん、なんかそれを信じて進むことで、なんかやっぱりここでも無邪気さを大切にねって言われたのが、ここでもなんか言われてて、なんか常に、まあ、上機嫌で色じゃないですけど、まあ、ご機嫌なあなた、ご機嫌な寅年さんでいることによって、なんか周りもそれにつられてやってくるっていう感じ、なんかそういうあなたのことがみんな、ごめんなさい、みんな大好きだよっていうふうに言っています。うん、なんか本当にあなたってすごい優しくって、愛にあふれていて、花がある人、なんかすごい華やかな人だから、なんか結構集まってくる人が勝手に集まってくるっていう状態、なんかそういう、なんか今ちょっと停滞してる人はそういうのが終わって本来のあなたに戻っていく、本来のあなたはこういう華やかなあなたで、愛のあふれた人っていう風に言われています。なんかそういうあなたに戻っていくから安心してねみたいな、それを安心することが大事っていう風にここで言われています、うん、なのでしっかりと自分軸をやっぱり、うん、持っていくといいよって言われています。そしてあなたはそういうなんか人を引きつけるような力があるよっていう風に言われています。うん、自分にしっかりと自信を持って進んでいくといいよっていう風に言われていますね。あなたの夢は本当に叶っていくので、あの、うん、もしキャリアアップしたいという方は、もうそれがあなたの望みだったらそれが叶っていくよっていう風に言われています。うん、なんか恋愛でなんかシングルの人とかも、なんかあなたの理想をしっかりとあのエンジェルさんたちに伝えてねっていう風に言われています。なんかこの子があなたの理想をしっかりあの私たちに伝えてくれたら、あの頑張って探すよって、あなたのために探すよっていう風に言われている、なんかもうこと細かくあの書いてみるといいと思います。はい、うん、ではこんな感じの寅年さんはこんな感じのメッセージになりました。もしこれがいいなと思ったらぜひ高評価と登録が、まだの方はぜひ登録をしてあの応援していただけるととっても嬉しいです。では今日もちょっと長くなってしまったんですけれども、最後まで見ていただきましてありがとうございます。とっても感謝しております。感謝感謝です。では寅年さんにとって今日もとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。ではいってらっしゃい。 Have a nice day. Thank you so much for watching. お仕事だった方はお疲れ様でした。バイバーイ。